普通にこう電車乗ってて、50過ぎぐらいのおばあちゃんが、なんか俺の顎に肩に、顎に乗せて、めっちゃ怖い。なんか普通に結構満員電車ぐらいで、俺もつまたね、座ってたんでしょ、こういや座ってない、立って、座ってみんな立ってたら、てた、そのおばちゃんがなんか、俺最初さ、ちょっと電車混んでるから、たまたまなんか当たったのかな、こう来ちゃったのかなみたいな、来ちゃったのかなって思って、まあパッて見たらそんな混んでもなかった。それと俺のここでなんかずっとこう顎乗せてて、ええって思って、いや本当に怖い時ってなんかえってなるんや、何も言えんのよ、えって思って、でどうしようって思って、2分ぐらい経ったぐらいで。何してんだよって言ったよ。そしたらなんか電車なんか、電車なんかちょっとファッて見てて、みんなも気になってたんだ。じゃあみんな気になってた。なんかえなんかあいつなんか顎乗せられてるぞあいつみたいな、くつろがれてるぞみたいな、多分電車の中もちょっとあれみたいな空気あったよ。それは込み引っ張ったな。おばあちゃんはどうしたんそれは。いやマジでわかんない。だから何してんだよって、何してんだよって俺が言ったら、こう言ってそのリアクションもさ全部わからんからさ、もう怖いから俺も普通に、何してんだよっつって、ちょっとみんなふわふわって笑って、その後松本なんか一言も言ってない謎の空間と俺も怖いからさ、これ以上何してんだよって払ってからその日ライブは滑ってたんやけど、そこで受けたから俺プラマイゼロかなみたいな。うわそうなんだ。俺ここ意味わかんない。